買いました買いました、スカイメモ S の微動運転の金属レバー、これ金属なんですよ。ここ星好きの皆さんこんにちは、今日このスカイメモ S 微動運転の金属レバー金属レバー金属レバーこれを買ったのでちょっとアップしたいと思います。ちょっとあの前の動画ねコメントをいただいたんですよ。ここ壊れたんですけどね、あのプラスチック樹脂のレバーが、でナットに交換してたんですけど、このレバーをカッターをつけてるよっていうことで教えていただきまして、ありがとうございます。コメントいただいた方、これもこうしてこれでこう緩みますんで、でこうグッと超快適ですね。これねナットの場合はあのラチェットが必要だったんですけど、これならもう必要ないですから、もうこれは超快適。ちょっとあのどんなものかお見せしたいと思います。いやー動画やっててよかったです、これ教えていただいて。こっちが純正のレバーですね、これ樹脂でできてるんですけど、こっちも樹脂で、でこれバネとかもあったんですけど、これちょっとなくなっちゃってるんで、こっちが購入した金属のレバーなんですけど、こんな感じですよ。純正のやつはバネとかがなくなってるんであれですけど、そっくりでしょ、似たような感じで、この中にですねこう溝もあるん でここもちゃんとギアになってますんで、で、まあ、このバネはあってもなくてもいいんでしょうけど、このバネもありますよと。でこれがどう入るかというと、こうですね、このギアとギアをこう噛み合わせて、でここネジを入れると、このバネってスカイメモの場合は純正の場合でちょっと違うところに入ってたと思うんですけど、これは単純に締めてるだけですね。でここ六角ネジなんですよ、六角ボルトなんで、この方がまあ強く締めれるんでちょっと僕は好きですけど、こうギュッギュッと締めれますんで、あとはもうこのスカイメモの微動運転に巻いていくだけですね。もうこれだけです。金属ですね、これすごい丈夫なんで、これすごくいいですよ。でこれをですねこう巻いていくだけなんですよ、ネジを。これだけですんでこう巻いていきますと、これで強く締めれるので、これなんかあのクランクレバーっていうらしいんですけどね、いやこれで強く締めれるので快適に星が取れそうですね。それでアマゾンで買ったんですけど、このアマゾンに売ってるよと、これ買ったよっていうので教えていただいたんですよ。いやーもうすごく感謝ですね、これはいいですね。こういう感じですんで、これこういう感じです。ちょっとワッシャー入れてますけど、もともと入ってたやつ、これでギュッとギュッと締まると。この金属レバーに関しては概要欄の方にブログの記事の方のリンク貼っときますんで、そちらをご覧ください。いやー快適です。教えていただいた方ありがとうございました。